37town.net10 周年を10回言ってください。37town.net10 周年、37town.net10 周年、37town.net10 周年、おめでとうございます。いや、そうじゃなくて、エンジョイパチンコライフ。ピモ TV、YouTube、そしてニコニコ動画をご覧の皆様、こんばんは、ヘイテンくんです。今回は愛知県尾張旭市にございますケイズ尾張旭店さんに来てますね。よくこちらのお店、よいしょよいしょ、まあいい時いい時にね、いい時いい時っていつもいいんだけど、まあね、呼んでくれるんですけどね、だいたい僕が来る時はこう続けて立て続けに3日間連続でね、いろんなライターさん呼んだりとかしてるんですけど、今回は僕がトップバッターね。明日はなんと梅谷真さんが来て、明後日は、モロゲンさんに松本バスさんが来るというスケジュールでございます。あ、どうぞ。あ、大丈夫ですね。はい、ということで、じゃあ早速ね、いい台を探しに行ってみたいと思います。入店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 、やってきました、ケイズ尾張旭店さん。それでは早速店内で並びに行きましょう。はい、バイオハザード6ね、液晶3000枚ですけどね、出玉はもっとある、すごいね。あ、どうも。あー、こちらも結構いっぱい出てるね。おー、すごい、こちらのゴッドイーター、6800枚、山下の信頼、煩悩ブレイカー全入ってます。あー、どうも、えいえい、ありがとうございます。入ってます。あ、3000枚っていう台がありますね。はい、あ、4000枚っていう台もありました。すごい、 80% でループしますかね。ループループね、すごい。あ、どうも。あ、えいえい、どうもです。えいえい、どうもです。あ、今日あたり絆なんかね、結構あれなんじゃないですか。おー、あった、ほら、8000枚ですよ。まあ5000枚、8000枚、またありましたね。5000、8000、4000、5000、5000いって8000、ね、8000枚です。もうこの台も4000枚だったけど、まあいいか、もういっぱいあるからね。なんと PS 合わせて、1200台のお店ですから、もう大変ですよ。あ、どうも、えいえい、ありがとうございます。あ、どうも、えいえい、どうもありがとうございます。あ、どうも、いつもありがとうございます。あ、ごといてまた6000枚という台ありますね。すごいね。さあ、アナザーゴッドハーです。うわ、すごい、7777枚、すごい。あ、どうも、えいえい、えいえい、どうもありがとうございます。こちらの台が9000枚オーバー、はい、9000枚、すごい、7箱、マジですごいね。何枚出てんだろう、わかんないですけど、すごい、7000枚とかね、もういっぱいある、そこら中にね。え、多分ね、凱旋なんかもありそうですけどね。わ、まんまやった、まんま、まんまいですよね。え、あると思ったわ。多分ね、探せばいっぱいありますよだけどね、ちょっと信頼とかも紹介したいんで、はい、ジャッカスチーム、ねえ、3000枚にこちらの台が4000枚、はい、5000枚、6000枚、すごいね。5、5、5、6000、すごいわ。もういいかね、もう今日は花々打ちたいからね、花見に行きましょう。愛知県といえばやっぱりね、花々ですから。あ、ね、ジャグラーもあるんですけど、花々の台数がすごい多いんで、こちらの台、あ、こちらの台じゃない、こちらのお店、はい、154分の1、ね、花々スペシャルで154分の1だったらいいんじゃないでしょうか。あ、どうも、えいえい、ありがとうございます。あ、どうも、ありがとうございます。えいえい。お、やめる、やめますか、押さえとこう。すごい、だって3000枚ぐらい持ってってますよ。149分の1、あ、お隣もすごい、147分の1だ。どっちにしよう、お隣に巻きましたよ、スパッと。でもレギュラー確率がこっちの方がいいんですよね。うん、こっちでいいや、とりあえず押さえとこう。クイーン花々、
まだまだありますよ。あ、すいません、失礼します。お騒がせしております。そうですね、もう花連中になっちゃうとね、合成確率見えないんでね、もうそこら中で花連中でございますよ。あ、すごい、もうすごい、ドル箱200個半ね、すごい、ビッグ32回、すごいね。あ、すいません、お仕事帰りに、えいえいですね。あ、どうも、えいえい、えいえい、えいえい頑張ってくださいね。あ、どうも、あ、えいえい、ありがとうございます。先ほどの台よりいい台が、あ、どうも、えいえい、あれば移動しますけどね、ないかな。あ、どうも、あざす、えいえい、ね、終わり朝日の方はね、ノリが良くて優しい、素晴らしい。あ、どうも、えいえい、ありがとうございます。あ、どうも、えいえい、ありがとうございます。あ、そうですね、はい、なさそうだ。あ、すいません、あ、光ってる、いいですね。あ、すごい、3000枚出てるわ、すごいね。秋台で一番この台が良さそうなんで、あ、すいませんね。じゃあ残り15分、ちょうどいいじゃないですか。じゃあこいつで行ってみたいと思います。えいえい、はい、ということで今回選んだ台はパイオニアさんの、クイーンハナハナでございますね。光ってください、お願いしますね。おさわりパッチャスだねー、ベルセン頼むよ。今日花々の T シャツ、お、眩しい眩しい眩しい。まあ本当ね、天空撮影が調子悪い、うん、まあ全部の撮影が調子悪いのかってそうじゃなくて、結構ね他の撮影はまあまあまあ負けることもありますけど、まあまあ頑張ってるんですよ、うん、それなのに閉店くん撮影がちょっとここ最近勝ててない、まあしょうがないね、頑張っていこう。あと12分、残念残念、追加どうし、ここは50枚ですね。ここ最近ね、あんまりエキサイティングなこともないし、面白い話ってあんまないんですよね。なんかあるかな。あー、ないな全然ないんだよね。なんか結構ね、こう、いやー、いろんなとこ行って、なんかいろんな、なんか変わったことしてんじゃないのみたいなね、思うでしょ。結構地味ですよ僕、うん、なんかそういえば終わり朝日ね、いつも皆さんすごい出してるんだけど、俺はあんまり勝った覚えがないような気がするな100枚目、残念、粘れ、残念、粘らなかった、追加投資150枚目、あと10分です、頑張りましょう、頼むよ本当に。あ、そうそうそう、今日僕ちょっと前にね、あの富士山登ったんですけど、今日あの新田ロビンソン君が富士山登ってるんですよね。今日ツイッターでね、今何合目何合目みたいなつぶやいて、そしたら彼なんと普通の運動靴で登ってるみたいで早くも靴が壊れてる、山なめんなよ、うん、山なめちゃいけない、うん、あと海ね、海もなめちゃいけない、今ね夏だからやっぱ海水浴とかあるからね、まあ、楽しいかもしれないけどやっぱねなめちゃいけない、うん、山もなめちゃいけない、うん、やっぱきちっとね気を引き締めるとか引き締めてルールを守って遊べば楽しくね、パチンコもパチスロも遊べる、はい、やりました、ありがとうございます、やったーやったー、どっちかな、バケとか言わない、まだバケ引いてないから、おい、あバケなんだね、バケでした、あー早かった早かった、遅かった、おい左まあまあまあ、いい台だから、いい台だからっていうのもういい飽きたんだけど、いい台だからしょうがない、
レギュラー光っちゃう、レギュラーで光っちゃう。いやー今日はね勝っていい報告を山下さんにしたいな。6日後に飲むんですよ一緒に。そんなに、あ、そうか、またぞまたぞ。あ、結構長引いてくれた。じゃあ頑張っていきたいと思います。あとね、お時間8分。しげーむねんじゃーん、チャスだね。本当に頑張って、やっぱね勝負できるんだってところをお見せしないと。もう600回やってますから、そろそろ形をねちょっと見せていきたいなと。まあ一応ですね600回やって今マイナス4000枚ぐらいなんですけど、1回あたりだから100何十円とかそんなもんなんですよマイナス。まあマイナス100何十円で遊べてるよっていうのは言いたいけど、でも負けは負けだからね、今度やっぱり勝てるってところをちょっと見せていきたいなと。いい店だねって終わり朝日で言ってないような気がする。本当にいい店なんですよねえ、万枚とか出てたし。明日は梅屋新さん来るし、明後日は諸源さんねえ、松本バチさん来るし。おお、あざす、あざす。いやだからまだバフェ、まだ育てない、まだ。うい。地球上負けたんだね。地球上、まあいいや、もう一枚か。ああ、2回勝ったのに。おい、あ、右ど、おお、左右いいですね、いい店だね。名前は調べてください。ビッグじゃないんで。42回転残念。いやでもね、この間1ゲーム連した時はすごい嬉しかった。いろんな光り方でねボーナス中喜ばしてくれるんで、またぞー。今日はもう会えないかな、あと3分頑張りたいと思います。エイジガームレンジャーチャストねー、頼むよ。ビッグで、ビッグで、いや負けじゃなくてビッグ。うい、よっしゃー、やったー。あれ、ここどうだったっけ、ケイズ終わり、朝来ていい店ねー、よっしゃよっしゃ。いやー多分あれチェリーだよね、わー微妙、チェリーじゃないのかな、まあチェリーの次に光ったからいいんだよ、チェリー同時挑戦ね、よっしゃいやーすげー嬉しい、すいません申し訳ないです、たまには、たまには。いつもそう、閉店区の隣の方がね、よくね、光るんですけど、今日は珍しく、僕が光っちゃいました。おお、セーフ、ビッグで来い、ビッグで、ビッグで来い、わあ残念、ビッグで来てほしかった。はい、ありました。お時間もない。今日はもう会えないかもしれないけど、また会おうね。明日か明後日かし、明後日か。じゃあね。じゃあ頑張っていきたいと思います。イエーイ、お願いします。残念。残念。いやー、よかった。もう勝ち赤くて。まさか3回も光るとは。思いもしなかった。わー、だい。残念、まあでもでも、ああすい、はい残念、まあ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 、いやーすごい、すいません、どうもありがとうございました。はい、それじゃ早速コインの方を流したいと思います。えいえい、じ
じゃら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 、あー、すいません。488枚。はい、今回の結果は488枚。やった。はい、実戦終了、実戦終了、やったー。ということで、今回こちら、ケイズ終わり朝日店さんで実戦した騎士は、パイオニアさんのクイーン花花を打ちまして、投資枚数が150枚の獲得枚数が488枚ということで、プラス338枚です。やりましたー、コオロギだね。はい、ということでね、いや久しぶりに、しかも3回もね光ってね、勝てることができました。はい、ということでね、閉店くんもコオロギのようにビビーンとね光っちゃう、こちら、ケイズ終わり朝日店参戦ではちょっとだけ、今日ですね、撮影がね8月の8日なんですけど、リニューアルオープン明けということでね、もちろんまあ愛知県なんで花々シリーズはすごくおすすめしてるんですけど、もうそんな関係なく、もう店全体的に皆様に楽しんでいただけるようにね、お店作り、頑張ってますんでね、ぜひねお近くの方は、なんと PS 合わせて1200台もありますんでね、ぜひねこちらのケース終わり朝日店さんにね遊びに来ていただきたいと思います。話題の寝台屋ババンと入りますんでね、そちらの情報は P ワールド、またはメール会になって情報をゲットして、こちらケイズ終わり朝日店さんへ遊びに来ちゃってください。今回僕は勝ちました。次回も頑張ります。引き続き応援の方よろしくお願いいたします。次回も次回も勝つよ。永遠